月夜の獣宮沢賢治10日の月が西のレンガ塀に隠れるまでもう1時間しかありませんでしたその青白い月の光を浴びて獅子は檻の中をのそのそ歩いておりましたが他の獣どもは頭を曲げて前足に乗せたり横にゴロッと寝転んだり静かに眠っていました。 夜中まで檻の中をうろ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 していた狐さえおかしな顔をして眠っているようでした。私は獅子の檻のところに戻ってきて前のベンチに腰掛けました。するとそこらがぼーっと煙のようになって私もその煙だか月の明かりだかわからなくなってしまいました。いつの間にか獅子が 立派な黒いフロックコートを着て肩を張って立って「もうよかろうな」と言いましたすると奥さんの獅子が太い金頭のステッキをうやうやしく渡しました獅子は黙って受け取って脇に挟んでのっそりのっそりと今度は自分が見回りにやましたそこらは水のころころ流れる夜の野原です ヒノキ林のヘリで獅子は立ち止まりました。向こうから白いものが大変急いでこっちへ走ってくるのです。獅子は眼鏡を直してきっとそれを見直しました。それは白クマでした。非常に慌ててやってきます。獅子が頭を一つ振って道にステッキを突き出して言いました。どうしたのだひどく急いでいるではないか。 ししくままがびっくりして立ち止まりてまたちその月に向いた方の体はぼーっとんのように黄色にまた青白く光りました「はい太陽様でございますか結構なおばんでございます」「どこへ行くのだ?」「少し尋ねるものがございまして誰だ?」「向こうの名前をつい忘れましてどんなやつだ?」 灰色のザラザラしたものではございますが、目は小さくていつも笑っているよう、頭には成人のような立派なこぶが三つございます。ははーその代わり少し体が大きすぎるのだろう。はい、しかしごく大人しゅございます。ところがそいつの鼻ときたらひどいもんだ。全体何の罰であんなに伸びたんだろう。 おまけに先をくるっと曲げるとまるで俺のステッキの絵のようになる。はいそれは全く仰せの通りでございます。耳や足先なんかはガサガサして少し汚いのうございます。そうだ汚いとも耳はボロボロの麻のハンケチあるいは焼いたスルメのようだ。足先などはことに見られたものではない。まるで乾いた牛のクソだ。 いや、そうおっしゃってはあんまりでございます。それでお名前を何と言われたでございましょうかゾウだ。今はどちらにおいででございましょうか俺はゾウの弟子でもなければ、貴様の小遣いでもないぞ。はい、失礼をいたしました。それではこれでごめんをくおむります。ゆけゆけ。 白熊は頭をかきながら一生懸命向こうへ走って行きました。象は今頃どこかで赤い蛇の目の傘を広げているはずだがと私は思いました。ところが獅子は白熊の後をじっと見送ってつぶやきました。白熊め、象の弟子になろうと言うんだな。頭の上の方が平たくていい弟子になるだろうよ。 そしてまたのその外歩き出しました月の青い煙の中に木の影がたくさん棒のようになって落ちましたその真っ黒な林の中からキツネが赤島の運動ズボンを履いて飛び出してきていきなり獅子の前を駆け抜けようとしました獅子は叫びました待て狐は電気にかけられたようにブルルッと震えて体中から 赤や青の火花をそこらじゅうへパチパチ散らして激しく五六遍回って止まりましたなぜか口が横の方に引きつっていて意地悪そうに見えます獅子が落ち着いて腕組みをして言いました貴様はまだ悪いことをやめないなこの前首筋の毛をみんな抜かれたのをもう忘れたのか狐が ガガタガタ震えながら言いました。あだ,だだだ大王様私は今今はもう,う正直でございます。歯がカチカチ言うたびに青い火花はそこらへ散らばりました。火花を出すなどう臭くていかん。こら嘘をつくなよ。今どこへ行くつもりだったのだ狐は少し落ち着きました。まマラソンの演練習でございます。本当だろうな。 ニワトリを盗みに行くところではなかろうないえ、確かにマラソンの方でございます。獅子は叫びました。それは嘘だ。それに第一お前らにマラソンなどはいらん。そんなことをしているから、いつまでも立派にならんのだ。今、何を仕事にしている百姓でございます。それから、マラソンの方と両方でございます。嘘だ。 百姓なら何を作っているあわと冷え泡と冷えでございます。それから豆でございます。それからキャベジでございます。お前は泡を食べるのかそれは食べません。何にするのだニワトリにやります。ニワトリが泡を欲しいというのかそれはよくそう申します。嘘だお前は嘘ばっかり言っている。 俺の方にはあちこちからたくさん訴えが来ている。今日はお前の背中の毛をみんなむしらせるからそう思え。狐はすっかりしょげて首を垂れてしまいました。これで改心しなければこの次はいっぺんに引き裂いてしまうぞ。あ獅子は大きく口を開いて一つとつなりました。 しっかり肝が潰れてしまって、ただ呆れたように獅子の喉の鈴の桃色に光るのを見ています。その時、林の減りの藪がカサカサ言いました。獅子がムっと口を閉じてまた言いました。誰だそこにいるのはここへ出てこい藪の中はしんとしてしまいました。獅子はしばらく鼻をひくひくさせてまた言いました。 タヌキこらかくれてもダメだぞでろ陰険なやつだ。タヌキがやぶからこそこそはいだしてだまって獅子のまえにたちました。こらタヌキおまえはたちぎきをしていたな。タヌキはめをこすってこたえました。そうかなあ。そこで獅子はおこってしまいました。 「そうかな?」だって「ズルめ貴様はいつでもそうだ」「貼り付けにするぞ貼り付けにしてしまうぞ」タヌキはやはり目をこすりながら「そうかな」と言っています狐はキョロキョロその顔を盗み見ました獅子も少し呆れて言いました「殺されてもいいのかのんきなやつだお前は今立ち聞きしていただろう いやオラは寝てた「寝ていた」って最初から寝ていたのか?「寝ていた」そしてにわかに耳元でガーッという声がするからびっくりして目を覚ましたのだ。ああそうかよく分かったお前は無罪だあとでご馳走に呼んでやろう。キツネが口を出しました。 大王こいつは嘘つきです立ち聞きをしていたのです寝ていたなんて嘘ですご馳走なんてとんでもありません狸が薬器となって腹包みを叩いて狐を責めましたなんだい人を中傷するのかお前はいつでもそうだすると狐もいよいよ本気です中傷というのはなありもしないことで人を悪く言うことだ お前が立ち聞きをしていたのだからその通り正直に言うのは抽象ではない裁判というものだ。獅子がちょっとステッキを突き出して言いました。ごら、裁判というのはいかん。裁判というのはもっと偉い人がするのだ。狐が言いました。間違いました。裁判ではありません。評判です。獅子がまるで。 明らんだ栗のいがのような顔をして笑い転げました。<laughs> 評はでは何はもはらない。<laughs> お前たちにっは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 それからやっと笑うのをやめて言いました。よしよしたぬきは許してやろう行けそうかなではさよなら。 とタヌキはまた藪の中に入り込みました。カサ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 音がだんだん遠くなります。なんでもよほど遠くの方まで行くらしいのです。獅子はそれをきっと見送っていました。キツどうだ。これからは改心するかどうだ。改心するなら今度だけ許してやろう。へいへいそれはもう改心でもなんでもきっといたします。 会心でも何でもだとどんなことだへいへい、その会心やなんかい,いろいろいいことをみんなしますので。ああ。やっぱりお前はまだだめだ。困ったやつだ。仕方ない。今度は罰しなければならない。大王様、改心だけをやります。いやいや、朝までここにいろ。夜明けまでに毛をむしる係をよこすから。 もし逃げたら承知せんぞ今月の毛をむしる係はどなたでございますか猿だ猿へえどうかごめんお願いますあいつは私とはこの間から仲が悪いのでどんなひどいことをするか知れませんなぜ仲が悪いのだお前は何か騙したろうい,いえそうではありません そんならどうしたのだ。猿が私の仕掛けた草花を壊しましたので、そうか、その罠は何を取るためだ。ニワトリです。ああ、あきれたやつだ。困ったもんだ。とししは大きくため、息をつきました。キツネもおいおい泣き出しました。向こうからしろくまが一目散に走ってきます。 獅子は道へステッキを突き出して呼び止めました「止まれ白熊止まれ」まれどうしたのだひどく慌てているではないかはい象目が私の鼻を伸ばそうとしてあんまり強く引っ張りますうんそうか怪我はないか鼻血をたくさん出しましたそしてそっと押しましたうんそうかそれぐらいならよかろう しかし、お前はゾウの弟子になろうと言ったのかはい。そうか。あんなに鼻が伸びるには天才でなくてはだめだ。引っ張るくらいでできるもんじゃない。はい。まったくでございます。あ、追いかけてまいりました。どうかよろしくお願いいたします。白熊は獅子の陰に隠れました。ゾウが、 地面をみしみし言わせて走ってきましたので獅子がまたステッキを出して突き叫びました止まれぞ止まれ白クマはここにいるお前は誰を探しているんだ白クマです私の弟子になろうと言いますうんそうかしかし白クマはごくおとなしいからお前の弟子にならなくてもよかろう 白ロクマは実に無邪気な君子だ。それより、この狐を少し教育してやってもらいたいな。せめて、嘘をつかないくらいまでな。そうですか。いや、承知しました。今、毛をみんなむしろうと思ったのだがあんまりかわいそうでな。教育料はわしから出そう。 1か月800円に負けてくれ今月分だけはやっておこう獅子は直帰の隠しから大きなガマ口を出してせんべいくらいある金貨を8つ取り出して象に渡しました象は鼻で受け取って耳の中にしまいましたさあユけキツネよく言うことを聞くんだぞそれから象 キツネはおれからあずかったんだからはなをむやみにひっぱらないでくれよしさあみんなゆけシロクマもゾウも狐もみんなたちあがりましたキツネはくびをたれてそれでもきょろきょろあちこちをぬすみみながらゾウについてゆきシロクマははなをおさえてうちのほうへいそぎました獅子は 葉巻をくわえマッチをすって黒い山へ沈む十日の月をじっと眺めました。そこでみんなは目が覚めました。十日の月は本当に今山へ入るところです。狐もたくさんくしゃみをして起き上がってうろ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 檻の中を歩きながら向こうの獅子の檻の中にいる真っ黒な大きな獣を 闇をすかしてちょっと見ました。